みなさんこんにちは、アフロマスクです。今回は Steam でまもなく発売予定のこちらのパルワールドに挑戦していきたいと思います。はい。ということでこちら2024年1月19日に発売予定のご覧の通り不思議な生き物ですね。どうやらこれパルっていう生き物らしいんですがそれを集めて 戦わせたり、建築したり、農業させたり、工場で労働もさせられるのかないろいろできるマルチプレイ対応のオープンワールドサバイバルゲームのようなんですが、今回関係者の方にゲームを提供してもらって少しだけ早く先行プレイですね。やっていく形です。よし、じゃあ早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし。 じゃあやってきましょうか。で、現在はアーリーアクセスって書いてありますね。まだ開発途中のゲームなんですけど。シングルプレイでやってこうかな。あ、新規ワールド。はいはいはい。アフロアイランドにするか。これでマルチプレイはオフ。まあノーマルでいいですよね。はい。OK。 ああ、アフローマスク。あ、キャラクリできるんですね。うーん。男性、女性が選べると。で、胴体サイズと、結構自由に、いろいろできるっぽいですね。あ、すごいすごい。じゃあ、このキャラでやっていきましょうか。おーきた。なにこれかわいい。これがパル <laughs> めちゃくちゃかわいい <laughs> いいですねなんかあるうんーこれ使って捕まえるのかなおおきましたねなるほどでこれで。 やっってくんだ日本語にもなってるはい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 。ああ、エスケープでサバイバルガイドとか、結構いろいろあるんですね。うーん、一応ストーリーもあるのか。ああ、いろいろ拾えると。B が建築メニュー、作業台とかあるんだ。はいはいはい。おお 広そうですね。なんか人もいる。面白そう。よし、じゃあやっていきましょうか。わー。結構マップも広そうですね。島が分かれてる感じか。で、なんか右上チュートリアル出てて、木、落ちている枝を拾うか木を叩いて木材を入手。ここら辺日本語も対応してますね。ん探検隊の生き残りって書いてある。 これ落下ダメージとかはおー、なんかスタミナゲージとか、あー、なるほど。左下に気温メーターとか、日中のあれも出てんのか。これ誰あ、F で話すんだ。あー、銃持ってる。遭難者か。パルの匂いはしない人は久々だ。久しぶりだ。この島は地獄だ。私と来た者たちはもうこの世にはいない。危険なんですね。濃厚なパルに、 一人残らず命を奪われるんだ。殺されちゃうんですね。結構危険なんだな。お前も油断するな。武器とか何を持ってないけど。最低限の武士なら分けてあげられるが、生き延びるにはお前が力をつける必要。あ、なるほど。あ、木材くれた。その武器が欲しいんですけど。<laughs> あ、また座った <laughs>。でも HP ゲージあるってことは倒せるってことこの人も。殴れんのかなちょっと殴ってみましょうか。ああ、すごい はははははは、<laughs> 発見された。<laughs> 殴れる殴る。<laughs> ああ,あ待って待って待って。なんか来たなんか来た。ガードえ。ああ待ってわ悪かった悪かった。ダメ <laughs> <っ> <laughs> なんだこれ。あすごいすごいいっぱいいたいっぱいいた敵いっぱいいた <laughs> 敵じゃない。<laughs> これがパルみたいですね。モコロン可愛いけど。あ行かん行かん行かん。 ガードですね。殴れるんだ、ガード。自由度高そうだな。<laughs> ちょっと待って <laughs>。結構ガッツリ殴れましたね。あ、もうやばい。すごい追いかけてくる。しつこいな。に、ちょっと操作もまだ分かってないんですけど <laughs>。あ、ウォンテッドになってる。暴行かける1。なるほど。<laughs> やばい。あ、諦めた、諦めた。あ、どうしよう。 ウォンってって消えんのかななんかいっぱいいますね。チュートリアルも消えちゃったな。レベル経験値が入っていくと。あ、これ何これもパルか。パルかわいいですね。あ、レベルアップした。うーん。何ツッパ,パンやん。ツッパンやんかわいいな。あー、タブでインベントリ開いてステータスポイントを消費してプレイヤーを強化。ああ。 これでああ、結構モテるんですね。大事なものとか。レベル。HP は自動回復するんだ。ご飯メーターが一応ある。ステータス強化。ああ、なるほど。うーん。攻撃力。この主人公キャラのステータス結構重要な感じか。なんか泣いてる。あ、手持ちの、手持ちパル。 あー、テクノロここら辺を作れってことですよね。あ、なんかでかいのもいるぞ。すごい、あ、かわいい。<laughs> 待って、めちゃくちゃかわいいんですけど。<laughs> なんてなってなあ、逃げちゃった。すごい友好的なパルなのかな。どう猛なパルもいるの。なんかさっきの指名手配はもう大丈夫なのかな。石弘って、 でか斧作ってみるかおお綺麗ですねほんとえパル捕まえたいなエスケープオプションでメニューを開きサバイバルガイドを確認ああここら辺であすごい UI めちゃくちゃしっかりしてますねパル投げとか書いてあるスフィア投げうーん最初はどうしたらいい あ素材が集まったら拠点となる場所を決め、パルボックスを建てましょう。ああ、拠点が重要なのか。うーん、パルスフィアをアンロック。ええー、すごい。どこら辺に作ろう。ただもうお尋ね物になってるっぽいんですけど、大丈夫かな。これ視点は基本三人称なのかないや、パルかわいいですね。 あぶつかってるけどたまごっこかわいいなかわいやこれつかめないの乗 <laughs> れそうなんですけどなんかみんなちょこまかと動いてますねかわいい <laughs> めちゃくちゃかわいいですねパルああそこになんか象みたいなパルがいるけどはい ね、拠点どうしよう。グランモス35って書いてある、あ、鬼マークみたいになってるけど攻撃してくるの。乗れそう。めちゃくちゃでかいですね。すごい。あ、ハテナってなってる。襲ってくんのこれ。あはははは。装飾系ですよね、多分。危険なパルもいるみたいなんで、肉食系パルがいるのか。 あ、これ、食べられるんじゃないですかご飯。赤いベリー。パルの餌とかになるのかなこのら辺。あ、待って、日が暮れてきたかも。どうしよう、拠点。なんか水辺もあるし、わー、でも、結構断崖絶壁になってんのな。この辺りに作ってみましょうか。とりあえず。ここなんか、良さそうですね。うーん、ここにしよう。 あ、そこになんか出てません足はそんな速くないんだな。それなんだろうなんか光ってる。あ。何これ。クルリス像。ああ、力の石像に捧げることでプレイヤーのパル捕獲力が強化される。あ、なるほど。まずここに作業台を 設置してみようどんな風になるのかあ原始的な作業台木材2つでいけるんだではいうんああ長押しで建築ああなるほどこんな感じで作れるとおおいいですねあレベル3になったバンバンレベル上がるんだなメニューからテクノロジー画面を開きパルスフィアをアンロック ああ、これのレシピ。あ石の斧とか。あこういう風に作るんだ。はい。ああ、でかっ <laughs> 強そう <laughs>。石斧めちゃくちゃ強そうですね。右がガードなのか、ガードはないのか。で、石のつるはん、あ松明も欲しいな。 で、テクノロジー画面、パルスフィアのアンロックもやっていくか。これ、作るの後で出てきそうだな。で、取得。あー、背中につけた。おー、いいですね。で、あ、これ、食べれんのかな。なるほど。誰に使うかとかも選べる。あ、フードメーター、上がってきますね。テクノロジーで、あ、これか。投げるとパルを捕まえられる道具来た。<laughs> これでもう作れるのか。 はい、解放パルスフィアをクラフト何か捕まえたいですねパルーを攻撃して弱らしてから9で投げられるんだあーなるほど攻撃するんだ直接殴るわけですねこ <laughs> あーおき綺麗ですねその鶏 捕まえてみるかまずこれ殴れんのああこの松明でも逃げちゃいますよね焼き鳥になっちゃったまたまコっこ弱そうだから捕まえてみるか一回はてなってるあ攻撃してくるのあ強っ <laughs> 怒ってる怒ってるまだ燃えてるけどたまたまこっこ燃えてる泣いてる死ねな,ないまだどんぐらい弱らせばいいのこれ <laughs> めちゃくちゃあもういいんじゃないですかこれで9で あ、投げたあ、すごい <laughs> 100% <laughs> あー。あ、パルボックスアンロック入りましたね。あまりにもよく、あまりにもうまいって書いてある。あ、はは。あー、玉ここ激怒した。なんか夜だな。あ、いかん。な、投げちゃった、投げちゃった。あ、待って待って待って。玉ここ。これ仲間それど,どう 卵を取れんのうっはっは。<laughs> e で、あ E で戻せるんだ。あ、なるほど。F か、これ取んの。E で、いつでも出せるんですね。玉コッコ。ただ、HP が結構減ってんな。あ、パルボックス来た。捕獲したパルを保管するための施設。あ、回復するんですね。これ、解放しよう。あ、来た。パルボックス。結構でかそうだな。 ここら辺に置いてみましょうか。でおっ。あー。なるほど。松明。やっぱ寒さとかも考えなきゃいけないんだああー、出た。ルボックスにアクセス。うーん。あー、これで入れられるってこと これで拠点に召喚あ,あ、出てきた <laughs> 寝てる。かわい,いめちゃくちゃかわいいんですけど、玉コッコ。寝てますね。夜になると寝るんだ。レベルはどうやって上がってくのあー、タブでインベントリ食べ物を使用して空腹を満たそう。これでいいのかな。タマコッコにもあげたいですよね。 あ,あ、ステータス強化もしろと。えー、これ何上げていこうかな。作業速度とかもあるんだ。結構 HP も重要そうだな。HP 上げよう。んー、モコロン5体捕獲して、図鑑ボーナスの経験値を獲得。なるほど。拠点レベルも上げられるんだ。いつも、あ、すごい。もうあっという間に、 全開になった。あー、これ欲しいですね、ベッド。あ、弓とかもある。今これポイントは10ポイント持ってるんだ。チェストも必要そう。はい。修理台。あ、木の建築セット来た。それも必要か。キャンプファイヤーも重要ですよね。 弓と矢とベッドは欲しいな。ここら辺作っていくか。うーん、武器や道具の修理。なるほど。あー、すごいいっぱいあるんだな。かなりありますね。レベル50まである。ミサイルランチャーとか書いてある。<laughs> すごいな。 夜大変ですね。すごい寒い。あ、もうみんな寝てますねあ。ベッドがないパルは不機嫌になる。ベッドも必要なの、パル用に。胃が昇るまではこう、松明を使って、いろいろ拾っていくか。とにかくパルバンバン捕まえるみたいですね。いろいろありそう。あ、みんな寝てる。<laughs> かわいいな。夜行性のパルも、 見るってことですよねなんか出てる。ああ、なんかきれいなクラゲなんだあれ夜にしか出てこないパルとかもいそうですね。ネムラム。うーん。すごいいっぱいいる。攻撃してくんのこの子たちは。あ可愛い,いですね。なんかみんな可愛い,いな、ほんとモコロン。<laughs> モコロンはこれか。ああ、これを5体獲得すればいいのか。パルスフィアがそのまま落ちてた。これ1体攻撃するとみんな襲ってきそうで怖いんですよね。これもうそのままいけないかな。44%か。いけるんじゃないですか ?63%。ああ、83%。あ、いけましたね。<laughs> モコロンゲット。は <laughs> あれ、また、拠点に置いていくか。で、火も出てきたんで、大丈夫。あ、暗い。なるほど。木材はこんな感じで取るのか。バンバン取れますね。ベッドも欲しいな。素材は結構楽に取れそうですね。序盤はレベルもバンバン上がるっぽいんで。 パルスフィアも量産したい。あと、羊毛も欲しいんだ。ベッド作るために。これで、あ、これ、捕まえた玉骨庫結構、移動しちゃう感じなのか。ベッド作ってあげないとな。あ、行けますね。じゃあもう、自家置きでいいのかな。あ、ちゃんと屋根をやらなきゃいけないんだ。うーん。 あ、これ木のやつは1個取ると全部アンロックされるんだ。ここら辺に作っていこうかなっていうか、土台を4マスぐらいにするあ、嘘。これでもう近いんだ。はい。これぐらいにして結構サクサクいけますね。これ拠点にはあれなのか。 そのまま出しちゃってもいいってことですよね。はい。かわいい。め <laughs> えって。めえって言ってた。ま <laughs> あー、すごい元気ですね。もう懐いてるんですよね。あ、すごい。乗ってる乗ってる。<laughs> かわいいな。<laughs> どうして。ドア。サクサク作れますね。セキュリティもかけれる。 4マスイエ、窓もつけるか。裏表も自動的になるのかな。モコモコの盾って出てるなどういうことあ、なんか指示出して、スキル発動させられるのモコモコの盾。あっい。泣いてるけど。かわいそすぎる、このスキル。嫌がってますよ、もコモコ。 もうコロン嫌がってるけど。それで下ろしたい。あははは、ひどい。かわいそう。パルの扱いがひどいな。<laughs> そういう感じで戦っていくのこれ。あー、またスキル溜まった。ほんと、道具として使うような感じなのかこれ、パルたちを。とりあえず、オト腐フハウス。<laughs> これで、キャンプファイヤーを、 真ん中に置くと。いやー、結構こう、どこに拠点作るかが重要そうだな。ただ拠点なんかバンバン作る系っぽいですね。ファーストトラベル書いてあったんで。あー、火は、そのままいけるなあ、焼きベリーとか。バンバン作れるんですね。で、ベッドも、これ回転がスクロールか。もころいますね。はい。 これで夜もすぐ飛ばせますね。えー、パル用のベッドもあるってことはい、完成した。これで夜。おー、なんか人がいる。誰おー、商人ですね。あ、すごい、すごい。なんか商人が。うん、アイテムを仕入れてる。買いに来た。 ええー、あ、設計図とか、そういう、え、お金稼がなきゃいけないのか。売却も、ここでいろいろ、ベリーの種とかちょっと売れるのかな。あ、結構いい値段で売れる。40か。いや、バンバン集めないと素材を売ってく感じか。襲えるのかなこの人。<laughs> あ、でもいいですね。 アハハ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 ハもかわいすすぎるこれ <laughs> これフォトモードとかないのかなフォトモードはないのか <laughs> このスキルほんとひどいな <laughs> 投げてる